出た。これね、病気の名前なんですけど、漢検1級初めて受けた時かな、出題されて間違えたんですよ。リウマチですね。リウマチスからリウマチ。しばらく。はいはいはい。若いとかね、もありますね。安徳？はい。手紙のことかな。しっかり。ん？しっかり。ああ。告示ですね。なかれ。はい。これはないと、だいたい同じ使われ方してるイメージ。公園として、まあ、突然っていう意味ですけど、まあ、だいたい人が死んだ時とかに使うようなイメージですね。冷やかしか。うわ。冷やかし。おお。地名ですね。サンフランシスコ。はい。石ゲル、はい。チコウ、穴、こう、なんつうの、穴ですね。帽子、はい、服のことですね、昔の地名、昔の関係に出てましたね、あってね、多分過去問だと思う。司教。どっちもフクロウって意味ですね。なんか、何？あんま良くない形容だよね。送りな。いや、もう、意味な、送りなとかね、そこら辺ちょっと難しいですよね。はい、これは大晦日、大都合盛りですね。晦日のこと。月がこもるで都合盛りですね。なんだっけ？いや、自信ないけど。あ、そうだよね。よかったよかった。にやける。うねめ。イタチ。おう。七里星。いや、もう覚えたよ。28色覚えました。人、ざま、ですね。ん？グリニッチだ。うわ、久々に見た。グリニッチ。からくりか。はいはいはい。まあ、機械の木でもからくりと読みますね。ロモウ。なんか、土地が超えてない感じの。キリン。あー、ちげえわ。キキ。はいはいはい。これは、まあ、頭痛とかが痛むイメージかな。心身と痛むみたいな。くつわむし。はいはいはい。くわっくわっち。何それ。そんなんの。かまとと、まあ、魚をととって言いますからね。知ったかぶりじゃないわ。知ったかぶりの逆か。よし、ね、覚えたでしょ。はい。まあ一文字目が浮くなんで浮きですね。王子がふぐり、カマキリの卵のこというのかな。うわ、ぬかばき。いや、もう全然、漢検1級って感じ。いかにもって感じですね。そらんじる。風樹の風ですね。知らず、知らず。はいはいはい。まあなんか分からずや、みたいなノリですね。かぎろい？はいはいはい、OK。先に。はい、共同の共ですね。よな、違う、しらげるだ。あ、べべ、よなげるではないですね。これ、しらげる。幸い。お、読めますか？国の名前ですね。
そのまま読むならフンランってことでフィンランド、はい。まあまあ当て字って感じですね。なんぞ。オッケー。お、来たね。ウミヤメボシ。やった。いや28個覚えたせいか出てますね。圧絶圧死とか止めるですね。圧絶。幸い。至る、オッケー。いや、ちょっとね、オッケー。木刻、木刻、オッケー。お、霹靂の神、まあ、神様、ん？雷の神ってことで、旗た神かな？はいはいはい。シュート、はい。シュート目とシュートですね。ひけらかす、はい、幻覚とか妖言とか黒土かな。あいやいやい、オッケーオッケー。お、これいいんですか、こんなん出して。これ配当外ですよ、関係に出せませんね。スバークームかな。オッケーオッケー。アラム、敗退の、おお、なるほど、七力士ですね。はいはいはい、七力を吹く人かな。なるほどね。いやこれは確かに、いやこれ出るんだよな、差し招く旗でこうこうやる感じですね。音読みね、普通に難しいな。幼少エクボ、一文字目エクボです。ひなげし、いや難しいじゃん。これは確かに二酸化マンガンとかのマンガンですね。マンガン電池とかからげる、うん、あのからげることです。これは赤切れ、はい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 。訓列とかって言いますね、音読みだと。あー、地名ですね。読めますか。ウィーンですね、少年合唱団のウィーン。これはインチ、はい、単位のインチです。